はい、皆さん、こんにちは。あちでございます。PC88 のですね、スタークルーザー、パート、これは58ですね。やっていきたいと思います。ですね、フォールウィークに行くことになりましたよね。何しに来てんだろう、ここ。ね、そうですよね。惑星フォルダ、あ、フォルダに寄ったのか。そういうことなんですね。飛行機どっかな？あ、スタークルーザーさんね。これはち、あ、そっかそっかそっか、フォルダーだからこの中か。これ迷路になってるんですよね。フォルダーはもうあんまり来ない方がいいですよね。迷うのがね、あまり利用価値がないような感じですもんね。どっちかというと私ここでごっつ迷っちゃうんでね、その方が危険ですね。ガース長くなっちゃうようなね、気が。お、一発で来れた。はい、でですね、で、これかな？あ、ここですね。ここに向かうので、よいしょ。で、全速で行きましょう。敵がいますね。敵いますけど、まあ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 。もう、ああ、敵どうしようかな。自動追尾弾だしね。ちょっとやっていきましょうか。もうそろそろだと思うんですけどね。お、来た来た。あ、あれね。ちょっとスピード速いわ。あたたたたたたた。おお、スピード速い速い速い。戻らんといけないね。お、上に行ったか。お、危ない。3発？ 4 発か。今何本入ったっけ？忘れちゃった。4発撃ったのね。もうかけなくてもいいかな。でもせっかくだからね。ひょっとしてすごい上に行ってる。2095。あ、でも全然大丈夫ね。これ会えない？あ、来た来た。あ、いた。4発ね、これ。もう1発。あ、800か。大したことないのね。さあ、これでもう、じゃあ、フォールエッグ向かいましょう。フォールエッグの座標は、Z は512なんで、まあ全然大丈夫ですね。ちょっとこれぐらいのスピードでいきましょうか。ちょっと燃料が怖いです。あ、来ましたね。報告します。この星では内戦状態が続いている。着陸は危険です。正当な理由がない限り着陸しない方がよろしいでしょうということです。2回目ですよね。マックスが死ぬ間際にここを訪ねるように言い残した。それを守らないわけにもいかないだろうということでね。理由の正当性を認めます。安全は保証できませんが、着陸の指示に従いますと。でも前回来て結構ちゃんとやっつけんかったかな？前回というかね。前回のフォールエッグ訪問したような気が。ねえ。あ、人いますね、これ。待って、身分証明書を見せてもらおうか。うん、ハンターか。ここには何しに来たと。ボイドの操作だ。ボイド、ここの状況を把握しとらんのかと。お？現在我々は、ファウルと交戦中だ。この非常時にボイドなどは関係ない。わかったわかった。なんだその態度は。
まだ事態が飲み込めてないようだなと。ゆっくり説明してやるからよく聞けと。えらい高飛車ですね。敵は両惑星の中間にある人工衛星を占拠し、攻撃拠点としているのだ。はいはい。敵には第三者の後ろ盾があるらしく、人工衛星には別の軍隊が駐留している。この戦争は敵の卑劣な奇襲攻撃によって始まったと。正義のためにも我々が勝利せねばならんのだ。はい。えらい高 B でしたけど、あ、いるわ、まだ。あんまり文句言わない方がいいね。もう一回喋ってみましょうか。あ、違う？あ、兄さん、こんなとこまで何しに来たの？違う人だわ。ボイドの操作だ。何のことかよくわかんねえけど、なんかかっこいいねと。あ、いいですね。でもこの星にはそんなもんいないぜと。ん？なんか怪しいね。みんな戦争で頭がいっぱいで、それどころじゃないのさと。あ、そういうことね。早いとこ戦争なんか終わりゃいいのになと。彼はずっといるのかな？あ、彼ずっといるのね。さあ、装備とか、まあ、施設が整ってるんで、ここはいい感じでしょうね。さあさあ、どうしましょう。わあ、自動追尾弾高いな。まあ、ここ地上戦なんでね。あれですよね。もう、なんです？ビーム系でいくんでね、結局ね。はいはい。シューリミとアナライザー2。アナライザー2持ってるでしょ、もう。もうそれ以上お持ちになれませんね。何か。鉱石加工機。ああ、これも持ってるのね。じゃあ、何も用事はないですね。さあ、シールドね、補充しておきましょうか。燃料はね、補充しなくてもいいと思うんですけど。シールド補充。安かったらいいですね。50。ないか。高いな。こっちの方が高いよね。やめておこう。2000使うんで、そうよね。絶対こっちの方が安いよね。まあ、じゃあやめときましょう。あ、敵さんがいるね。で、あ、人がいる。で、こっちは？これはなんだっけ？艦長のようです。人はいますが、相手にしてもらえず中に入れませんと。相手にしてもらえずっていうのはコンピューターが言うのかね。なかなかできたコンピューターですね。なんかアナログチックなことが分かるコンピューターみたいなね。さあ、人いますね。ファウル行きのゲートは立ち入り禁止だ。帰れ。命令に従わない場合には射殺する。おお、逮捕とかじゃなくて、いきなり殺すって言われるんですね。じゃあね、この行ける場所を探さないといけないんですけど、まあこれ、動かすじゃダメでしょう。ねえ、こいだら、どっか行けるところがあるはずですね。あそこにね、いきなり敵さん、あ、ちょっと待って、もういきなり外に人いるのかい？出れないようになってるね。非常時につく宇宙空の利用は禁止する。おい。ちょっと出さない機会？これお金あるからいいけどね、金なかったら冷やがるよね、燃料代で。もう一回さっきのね、あのお兄さんに言ってた人にね、話しかけてみましょう。兄さん、500出さん、ああ、来たね。はい、出しましょう。サンキュー、町の外に出れるようにしてやるよと。ボイドとかなんとか何のことかわからんけど、頑張ってくれよな、ね。フラグ立ったんですね。お？どうすんだい？出れるようにと。あ、しまった、入っちゃった。あ、入っちゃったね。いや、いいですよと。またのお越しをね。あ、ちょっとコーヒー飲ませてくださいね。最近はですね、あまりね、お酒を入れずに、実況するように心がけてますね。これですね、動かしましょう。はい、抜けた。あ、また人、今回よく人いますね。誰だろう。あ、ドリア、キエ、ウォー、セイヤーということでね。おい、こんなところで何をしているんだと。で、あたた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 。
おー、せいや。あれ、これ知ってる。あ、前見た人かな？酔っ払ってた人？違うのかな？あ、血管がぶっちぎれそうだと。あれ、あんた、いつからそこにいるの？と。さっきからだ。ところで、一体何をしているんだ？と。いや、何ね。ここに瓦礫があるだろう。こいつを動かそうってだけのことさ。はい。ああ、動かれへんのかな、ひょっとして。あ、そういうことっぽいね。これなんか動かせんのかな？調べてみましょう。建物の残骸です。動かす。あ、動かせるじゃない。全然動かせるじゃない。あ、これも動かせるのかな？さすがにこれは無理か。よいしょ。これ動かせるのかな？あ、反応ないですね。これ動かせるのかな？あ、動かせた。ちょっと喋ってみましょう。喋った会話は進むかもわからないですね。あ、一緒かー。もう飛ばしちゃうよ。まだそんなことしてるのか。動かないものはいくら動かそうとしてもだ。セリフ勝手にね。いいじゃないか。趣味なんだ。と。一緒に押さないか。遠慮するよってね。そんな暇ないですもんね。さあ。よいしょ。ここでしょうね。これ動かすんでしょうね。多分ね。ね、動かせましたと。で、ここに敵さんいます。まあ、これやっつけましょうね。あ、しまった。いきなり撃っちゃった。武器ね。量子レーザーね。あ、やばい。おお、やばい。迫力シールド使いましょう。危ない。これは2匹かな ?3 匹じゃなくて2匹かな。まあでもね。ガソリンスタンドっていうかあれがあるんでね。あら、なんかボスっぽい。あ、でもボスでもないのかね。2匹だね。色が違うけど。怖い。ああ、食らう。2発食らっちゃったかい。ってことは2発撃ってくるのね、連続でね。これもね。250、そんな高くないですね。これで全部かい？あ、全部かな？全部かな？一応回っときましょう。あ、いろいろ動かせますよね。あ、なんかいろいろ回れるとこあるんですね。これも動かせるのかな？あ、動かせるね。結構ね、なんかいろいろできちゃいます。これ動かしてもしゃあないね。あ、動かせるんだわ。あ、ここはでも広場か。あ、あとあれですね。まあ、これ動かせんでしょうね。ね。でも、出れないから、仕方ないっていうところですね。あ、なんか入れた。なんかイベント始まっちゃったよ。今、ロードしますんでね。お、リーンカークか。誰？そう、リーンだけど。ああ、はい。誰だよ、あんた。ブライアン・ライト、ハンターだ。ああ、遺言になった人ですか。そんで俺に何の用だいと。マックス・トッドがここを訪ねるように言ったんでなと。ああ、あいつの紹介か。客だけよこして奴は何してんだと。死んだ。いや、殺されたと。ね。嘘だろう。冗談だよな。な、冗談きついぜ、まったく。冗談で言ってるように見えるか。彼とは仲が良かったのかと。親友だったし、いいパートナーだった。あいつが死んでしまって、俺はどうしたらいいんだろう。あいつが誰かの恨みを買って殺されたんだとしたら、次は俺の番だ。落ち着け。彼に何か変わったことはなかったか。あいつはボイドに関することを探っていた。当日にハンターが訪ねてきたのを目撃してるやつがいるんだ。まさかあんたが殺したんじゃ。違う、安心しろ。ところで彼から何か預かったりしなかったか？いや、何も。待てよ。あいつが何かのファイルを誰かに渡さなくちゃならないとか言ってたことがあったな。相手が誰かわからないか？さあ。あ、そうだ。あ、思い出すのね。スケジュール表に DG と書かれていた。それ以上のことはちょっとわからないな。女性でしょうかね。DG か。ということでね。あ、もう、
もう目的果たしたかい？ ここの目的果たしちゃったかい？でも行けるとこあるもんね。あるから行ってみましょうか。あ、いい時間になっちゃいましたね。お、ここは？どなたかなと。声のない方をお引き取り願います。ああ、なんか昔のあれですね。ジャッキー・チェンの映画とか、香港映画に出てきそうな感じの 気がしましたが、ここはまだ足らないんですね。じゃあね、ちょうど時間よくなりましたね。この辺で終わっておきたいと思います。PC-88 のスタークルーザーですね。パート58、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。